エドアルト・フリードリ・ヒメリュケは、ドイツのロマン主義詩人、ルート・ビヒスブルク生まれ、中便ン,ン大学で進学を学んだ後、聖職者となり、ルーテル教会の牧師となった。1834年、バインスベルク近郊のクレイ・ファーズルツバッハの牧師に就任したが、その後、健康上の理由で辞職した。1851年、シュトゥットガルトの女学校カタリーネンシュティフトで、 ドイツ文学の教授になり、1866年まで、勤めた。その後もシュトゥットガルトに住み、その地で亡くなった。メイリケは、ルートビヒウーラントを中心とした通称シュバーベン派のメンバーだった。メイリケの詩、ゴディクタはほとんどが、助上詩でユーモラスなものが多い。しかし表現は、シンプルで自然な言葉を使っている。リーデルは、形式において、伝統的で、 ゲーテのそれと比較された。さらに名理家はいささかファンタスティックな、エディル・ホム・ボデンセオーダー、フィッシャー・マーチン・ウントダ大グラカン・ディビーを書き、ギリシア・ローマの参加、昇歌エレジー、アイディルの先週、クラッシュ・ブルーメ・アンディーズ、さらに、今なお、人気の高い教養小説、画家・ノルテンなど、いくつかの小説、物語も書いた。代表作、画家・ノルテンは、 一人の画家の運命を恋愛感情の葛藤を通して描いたものである、精緻な文章による心理描写に独自のものがある。他の作品では芸術と愛入れない世界で芸術家が抱える問題をユーモラスに描いた中編小説旅の日のモーツァルトがある。メイリ家の詩にはフーゴ・ボルフが多数に曲をつけたほか、ロベルト・シューマン、ヨハネス・ブラームス、マックス・ブルッフ、 アルバンベルクも曲をつけている。メイリ家のギャザマルタスリフトンは最初4巻で出版された。ありがとうございます。